はい、今回はね、出会いバーガーを2人で食べるという動画でしたね。これ山根さんが挙げられてるのとほぼ一緒かなと思いましたけども、一応拝見しました。で、この時なんですけども、食べてね、楽しかった良かったでもいいんですけども、せっかくなんで、天野さんがね、西アグラソンの山根さんのチャンネルの感想を言うとかで、山根さんが今度ね、天野さんの動画の感想を言うとかっていうのをやりながらお話しすると5分ぐらいでまとまって、ただ食べるだけじゃなくて食べた後にすごく大事なことが話せるというかね、お互いのチャンネルの評価とか紹介ができてとってもいいものになったんではないかなと思いますから、今度ねちょっとこういうのを意識してやってみてください。まあメディア運営っていうのはこんな感じでね、やっぱり一つの問題解決とか一つの意味を持たせるっていうところがちょっと入ってるというんですよ。もちろんハンバーガー食べて美味しかったでもいいんですよ、いいんですけど、これはどちらかというと旅の記録ってことになってしまって、大量のアクセスを取ったりとかチャンネル登録を増やしたりはしないんですね。まあ、ですんで、食べた時にどんな話をするか、どんな、あ、なるほどね、あ、そういうことなんだっていう風なものを視聴者さんの心に残すかっていうのがチャンネル登録につながるんですよね。チャンネル登録するってことは次の動画にも期待するってことですからね。で、見たんだけどもチャンネル登録が起きないってことは、次の動画には期待してないよと、もう見なくていいよって言われてることなんですよね。もうシンプルにそうなんで、だからこうね、意味を持たせるとか解決を1個動画に置いとくっていうのがすごく大事になってきます。参考にしてみてください。それでは、ありがとうございます。